くはない。バンカーの手前で止まってくれるかな。入りそうですね。おお、勢いある。おお、行った。もう一球打ってきますか。打ってきます。天ぷらってやつですね。ちょっと鋭角に入った。上から入りすぎちゃった。最初ってドライバーって全然当たんないですよね。全く当たんないですよ最初ね。うん、私ももう18ホール1回当たればよかったみたいな感じでしたもん、はい、最初そうですよね。もうなんかわかる、はい、おーナイス、ナイス。あとフィニッシュの形、はい、先生はね、あのゆきちゃんが何を自分で選ぼうとしたかっていうのも確認してやってくれます。あ、ゆきちゃんがバンカーに入ったと思います。もう優しく打ちましたね。振ってバーンって振っちゃっていいで、いつも通り。いつも通り。黄色から狙うのは。そう。あ、赤がグリーンだったか。それだったら完璧。あー惜しい、ね、なんでだろう、ま、実際はそれぐらい振っていいんですけど、手前に入りすぎたってことですよね。なるほど。おー、いいね。まあまあ、ナイスでしょ、ナイスでしょ。砂ぼこり最低限これぐらい行きたいかなと。ゆきさんがどうしたいの。 S で、はい、パパーンって右側に打ちます。はい、お願いします。 S だったら、ゆきさんそんな右狙わなくていいですか。もう近いから。もう一回。すごい入ってた。でもやっぱ右に行ったんですよね。これが向き一緒だったらちょうど良かったですよね。うんうん。距離感は OK です。うん、はい。バンカーの練習だから普通にアプローチする感じでいいんですが、はい、半分ぐらい飛ばないから、はい、結構大きく振っていいよってことですよね。はい。S、はい、で。S でいいでしょ。はい。こんぐらい。そんな振らなくても大丈夫、まあ、ただ必ずまた砂打つようにさっきみたいに、はい、うん、飛びすぎ、うん、今のは直接ボール入っちゃったから、直接あっちだったら直接ボール入ってよかったけど、今回こっちの場合はちょっと手前でも大丈夫だと思う、はい、難しい。どうですか。ちょっと難しいです。バンカー、うん、バンカーもバンカーも、うん、ここもいいような気がする。落とし所、あれか、そう落とし所のイメージはこの辺だよ。はい、ってことは落としちゃう。そう、ゆきさん、この時に手だけでこうやるんじゃなくて、うんうん、体、はい、フェンスの向きをずっと真っ直ぐ返さない。本当フェンスの向き大事ですからね。フェンスの向きだけ、そう、はい、はい、はい、おー、ナイス。でも強い。まあ今ちょっとボールの上当たったから、ね、ボールの上当たったから、うん、もう一回。近いところに出して。そう。おー、いいね。おー、良くなった。そうそう、あの距離。イエス。ナイスオン、ナイスオン、完璧完璧。やっぱ短い距離難しい。うん。最初の振りで言うならこれで、でもこれだと。おすすめじゃないんですか。サンドです。でもいいですよ。うん、全然、はい。やっぱ A の方が、ね、S だとロフトが開いてるじゃないですか。はい、なのであの開いてる分上げるってことはそれだけリスクが増えるから。はい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 、なのでまああの初心者には P とか A とか Q でやらしてる感じはありますけども、深いラフだと S の方が開いてるから上げてくれるのもありかなと思います。はい、あれ S です。大きい気がする、うん、もういいじゃん。ナイスナイス、オッケー。近い近いですよね。あ、でもおい、トイ、ナイス。OK、来た。ワンパット。まさかの
ワンパット。イエーイ、初めて。ナイス、ナイスワンパット。やっぱ大好きなパ、なんだっけ、パタ。パタだとか言ってたからかな。うん、いいよ。うん、いいです。好きにならないとなってくれない。ナイス。ナイスだよ。やった。お友達になった？友達になれそうです。最終ホールになります。ちょっとね、暑いので9ホールハーフではなくて何ホールで6ホール5ホールで、これね、こういうことか。かっこいいのは打って、おー、打って打った方向にクラブを戻す。あ、そう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 、かっこいい、そう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 、気になる。そうそうそう、140ぐらいかな。ユーティリティとか違う？でもここラフ。いやでもラフでも出ますよ。浮いてるからね。使ってみましょうか。使ってみます。はい。今ジュンさんに言われたのが、うん、足の向きと肩の向きが平行ではないと。うん、なので左に行ったと。うん。その時にこうなってたんだ。そう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 。平行でしょうか。平行です。打ってみます。はい。オッケー。ナイスショー。ナイスナイス。やっぱ右にっていうか、まあまあまあでもいいんですよ。オッケー、ナイスショット。うん、はい。うん。おお、ナイス。うん、飛んだ。うん。ナイス。まあでもライ的には左に行きやすかったからな。まあまあ。まあまあです。なんか。はい。いつかお二人に。まあまあじゃなくて、おーになるように頑張ります。いやいや、こうしてね、でも下だけ見てればナイスです。うん、ナイスナイス、ありがとうございます。ごめんなさい、もっと喜べればよかった。すいません、いやいや、全然全然うんなんで、いや、まだまだだなって思いながら、ゆきちゃんの意思が高いから、はい、ナイスしようとか言っちゃっても、そうそうそう、なんか申し訳ないな。本人はそんな感じじゃないから。ありがとうございます。頑張ります。さあ、どういうふうに落としましょうか。どういう球で P で、はい、手前らへん、手前から転がすってことですか。転がす、はい、上がりました。限りなくでかいです。うん、ハーフ、ハーフ、はい、緩めないで、ね、それでもね、ちょっと大きいぐらいかもしれない。もうちょいちっちゃくていい。だって P だから落ちてから転がる、はい、インパクト緩めないように。右向いてる。私も今すごく思ったね。そうそう、肩のライン。ナイスでしょ。乗ったよ。転がるからね。ナイスオン。ナイス。素晴らしい。この半分が難しいです。うん、フルじゃなくて、はい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 、ここら辺のが。だからアプローチって、そういう半分とか3分の1とか4分の3とか、いろいろあるから、うん、やっぱりいっぱい練習しないと、はい、それの延長がフリーショットになるので、はい、すごい課題が発見した。はい、じゃあ今度ちょっと練習あるのみですね。練習あるのみ。反対側から見てみるのもいいので、こっち来ていいんですよ。反対側からも見ていいんですか。うん、こっち側狙ってこういう感じだから、ここら辺狙ってこっち戻りながら、これなんとなくこういう坂とかを見ながら一周できると、自分の順番が来るまでかな。登ってるから結構強めですよね。上って
ておりまして、ちょっと右側、うん、登っているかどうかね、こうやって一周してきて、でその時にちょっと横見ながら見てみると、あれそうだよね、同じ緑色で。ってことは弱めの強めだ。弱めの強め。すいません、自分なりのあれで。いやいいんですよ。そう。なんかあるんですね。こんぐらいかな。絶対行き過ぎたと思ったでしょ。テイクやって思ったでしょじゃなくて、今だって本当だったらテイクバックこれぐらいでいいのに。やっぱその癖があるのかな。やっぱり明確にどこで止めるかっていうのを決めて、そうない人って多分みんなそうやってると思うんですよ。ここら辺でどっちかっていうとこっちが大事。こっちが大事。そう、決まってくると多分後ろが勝手にノーイメージで決まるはずなんで。まあ入ったし、入ったしね。いいよ、ナイス。ありがとうございます。今のだっていいんじゃない。今かなりいいです。スリーオン、ツーパット、ボギーじゃん。やったー。ボギーという名前がついてます。パープラス1。パープラス1。ナイスボギー。ボギー。ナイス。ボギーボギー。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ラウンドレッスン、今日は5ホール、5ホールですね。はい、はい、ラウンドしました。ゆきちゃん、はい、どうでしたか。楽しかったです。よかった。先生どうでした、ゆきちゃん。そうです、フルショットは、うん、僕は思ったより良かった。やった。です。しっかり振り切れたかなと思います。で、ショートゲーム、アプローチとパターン、はい、がやっぱり課題かなというか、はい、そこでちょっともったいないことがいっぱいあるので、はい、そこはいっぱい練習した方がいいかな。最初始めた人あるある、うん、のアプローチができない、パターがこうあちこち行っちゃうってあるあるなので、それを本当に早く気づいて直して練習するっていうのが一番の上達になるなと思って、ね、だから PC の最初 の小さいスイング、はい、あれやっぱり基本で8時5時やった方がいいかなと。8時8時4時から徐々に大きくしていくっていう練習をしていく方がいいかなと。わかりました。はい、ということで PGA ゴルフデビュープログラム終了します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さん、あ、最後やね、高評価、いいね、コメントお待ちしてます。ありがとうございます。バイバーイ。 YouTube のこれ小さくなった。小さくなった。 YouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。